どうしたの？なんか胸騒ぎがするんだ。こんな場所知らないのに、進むうちにだんだん懐かしくなってきてさ。やっぱり来たことあったんじゃない？そんなはずないんだけどな。ナミネのことみたいに今までの記憶をなくしたから思い出してきたんじゃないのかな。ちょっと違う。ナミネの時はなんていうか、あいつと一緒にいた頃の記憶がかけらみたいに浮かんできてさ。今度は違う。記憶はないのに懐かしいって気持ちだけが大きくなってきてる。そうか、懐かしいか。ソラ、一つだけ聞こう。その懐かしさとナミネの思い出、お前にとって真実はどちらだ？ナミネに決まってるだろ。懐かしい気分はあるけど、こんなのお前が仕掛けた幻に決まってる。記憶とはむごいものだな。消えて忘れるだけでなく、歪んで人の心を縛る。何を言ってるんだ？言ったはずだ。ここはお前の裏の記憶から作られた世界だと。お前の心の裏側にはこの地の記憶が存在している。心がここを知っているのだ。嘘だ、そんな記憶はない。記憶という鎖に縛られ、自分の心を信じなければ心を捨てたも同じこと。ならばソラ、お前はもう勇者ではない。記憶に操られる人形だ。そう、私のリフと同じだ。この世に存在する価値はない。私のリク、価値がない？ふざけるな！お前がリクを変えたくせに、お前の言ってることなんて全部嘘だ！俺は心を捨ててなんかない。お前を倒してリクもナミネも助けてみせる。それが俺の心だ。
記憶に縛られてなおこれほどの力を持つとは。そんなことどうでもいい。リクを元に戻せ。元に戻せ。あのリクはもう虚無の暗闇に落ちるしかない。それはお前も同じだ。ソラ、波音に惹かれて進んで行けば記憶で縛られ心を失い、やがてマールーシャの道具だ。マールーシャ、そいつと波音に何の関係が。アクセル。よう、ソラ、いいところで邪魔したか。ねえ、アクセル、何を。余計なおしゃべりを終わらせてやるんだよ、あんたの存在ごとな。待ってくれ。俺たちはただ存在するだけの誰でもないものだ。でもあんたは記憶も存在もここで終わる。嬉しいだろう。やめろ。消えたくない。じゃあな先輩。何なんだよ、何なんだよお前ら。さあな、俺にもよくわかんねえ。